磯村さん演じた坂本翔と阿部さん演じる型破りな成瀬の後輩刑事役、阿部さんとの共演今回いかがでした？そうですね、本当に、先輩成瀬刑事ということで、とても、鬼刑事で、コンプライアンスという今の時代に、そぐわない、言動をする先輩なんですけれども、撮影以外のところでは本当に阿部さんといろいろお話をさせていただいたりと、本当に優しく接していただいたので、非常に刺激的で楽しい現場でしたね。はい、ちなみにどんな話とかをされたんですか？ちょっと僕は一つお話というかお聞きしたいことが実はずっとありまして、この場を借りていいですかね？質問しても、この場借りてください。阿部さんが現場でカブトムシを見つけて、それをポケットに入れていたという噂話を僕スタッフさんから聞きまして、その真相をお聞きしたいなと思うんですけども。確かにちょうど撮影やってて、はい、夏場でしたんで、はい、暑かですね。肩に飛んできたんですねクワガタが。クワガタがちっちゃかったんで、はい、これは入れとこうと思ってそれを見た照明さんが、その後、阿部さんもっと飛んできてますよって言ってカブトムシ3匹をくれたという本当だったんです伝説は本当だった本当だったんで、よかったです、安心しました。和やかな現場の雰囲気伝わってきました、はい、ありがとうございます